おはようございます。釣り子 TV です。人気のジャイアントベイトバラムに245っていうね、食べ頃のサイズが、登場しましたよ。っていうことでね、一つ買ってきてみました。こんな感じでね、パッケージ、まあ、バラム245って書いてあって、後ろに説明があって、ね、食べ頃サイズっていうことで、で、まあ、各ね、他のビッグベイトと比べたらどんなサイズ感なのかなっていうことで、こう、ずらずらずらっとね、そこら辺の仲間たちを、机に広げてみたんですけども、まあ、ここら辺のサイズ比較はまた、後々やるとして、まずね、どんな感じのルアーか、開封していきたいと思います。ね。これ結構楽しみだったんだよな。俺、バラムの300でね、バス釣ったことないんで、245だったらどうかなと思ってね、ここちょっと切らないといけないから、カッターナイフで、はい、じゃあ開けていきます。よいしょ、重厚な箱ですよね、相変わらず。はい、で、はい、はい、出てきました。かっちょいい、色もいい感じですね。で、裏側で確かバラムだと止められてると思うから、あ、こんな感じでね、拘束されているので、ここら辺をまず解除していって、結構ね、去年この城のシーズンとかにね、バラム投げてみたんですけども、何回かねヒットして、おー、おっきいの食ってくんだなっていう感触はあったものの、結局ねバラムの、300ではですね、未だ俺、1匹も釣れておらずね、どんどんバラムだけね集まっていっちゃってるんですけども、この245だったら結構ここら辺のサイズ感ってね、よく釣れる印象があるので、俺でもいけるんじゃないかなと思ってね、買ってきてみました。はい、こんな感じで取って、なんだこれ、バラムの匂いか、なんかよくわかんないけど、ちょっとほのかにいい香りが漂ってますが、なってくださいね。これね、なかなかまず取り出すのがこういう感じで、あ、でこうなって、よし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 、ちょっとケースは置いて、はい、出てきました。バラムの245っていうことで、あー、まあ、でっかいはでっかいんだけど、なんかだいぶこれだったらなんか投げやすそうっていう印象がまずありますが、まあ、テールとかはねこんな感じでね、300と同じような形 で背中こういう感じで、お腹のところを見ると一目瞭然なんですけども、針が一つ減ってますね。バラムっていうと3箇所ねフックがあるっていう印象だったんですけども、この245だとね2箇所に針の数がね変更されています。で、針はね最初からこれはフッ素加工されていますね。めちゃくちゃ刺さりそうなね、鋭い針が搭載されていて、ですね、まあオリジナルサイズと早速比べると、ちょっとだいぶなんだろう、印象は変わりますね。300から比べて、一つ関節分ぐらいね短くなっているっていう、そういう印象ですが、でこの対抗というか幅ですね、対抗はそんなに変わらないんですけど、この身の厚さが少し、やはり細くなっているのとっていうことで、結構ね印象は似ているんだけど全く別物のルアーっていう感じのね印象をね受けますね。まあ動きはこういう感じで、お尻がね
依然こうバーって動いてくれる、そんな、連結ボディ搭載ですけども、で視認性がいいようにこういう感じで頭にね白がね、吹いてあるこんなカラーなんで、これは遠くでも見やすそうだなっていうところで、はいね、まずサイズ感はこんな感じで、いたたたたたたた、刺さりがねいい針なので、でこの245っていうサイズなんで、まあ元祖これね S 字系ビッグベイトでいくとジョイクロのマグナムね、これなんかと肩を並べるような存在感に なってくるんじゃないかなって、はいこんな感じですね。うん、やはりこのジョイクロマグナムとね、似たようなサイズ感になってくるっていうことなんですね。こういう感じで、まあ、この白カラーと並べるとね、これはだいぶどうだろう、使いやすくなってくるんじゃないかな。このね、大きさから来るやっぱりビッグバスを呼ぶ力っていうのはすごいと思うんですけどもね、ここら辺でね食べ頃のサイズってなっても、245っていうサイズはありますから、でもまあイメージとしてはこのジョイクロシリーズのねマグナムと似たようなサイズ感になったり、はたまた多分これですね、人気のジャッカルの、ダウズスイマー、これなんかともねぴったんこな感じのこういうサイズ感になってくるっていうことでね、だいぶ使いやすくなるんじゃないかな、ね、で、一つね問題点はですね、これ問題点をちょっと感じたんですけども、1個ね10,000円、これはね結構ね躊躇しましたね。あの釣り具屋さんどうしようこれ買おうかな、俺バラム300まだ釣ってないんだけどな、どうしようかな、どうしよう、まあ買っちゃえってなってまあね買ったんですけども、やはりねこのなんだろうマグナムサイズね、ジョイクロマグナムサイズになってくると1万円前後するんですよね。このマグナムとかも結構、ぐっと高くなるじゃないですかね。でそこんところに行ってすげえなって思うのは、例えばここら辺のダウズスイマーとかが220っていうサイズながら5000円を切る価格で店頭にね、並んでるっていうのはね、これのまた売りの一つなんじゃないかな。大概あのビッグベイト、ジャイアントベイトでそうですね、22センチを超えてくるあたりから8000円とかね1万円とかになってくるんで、まあそこら辺で、予算に合わせてねいろいろ選んでいけばいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあ何にしてもこう動きの感じがね全然、違いますからね、これにはこれの仕事を、あとまたジョイクロにはジョイクロの仕事を、そんでもって、まあ、ダウズスイマーにはダウズスイマーの仕事ってね分かれてくるんで、まあそうも言ってられないとは思うんですが、まあ、これに関してはこの高速でリトリーブした時に後ろがバタバタバタって動くよっていうところと、あと着水からのこうバンガッっていう動き出しなんかで、まあ、こっちのサイズはすげえ超過上がってるんですよなんてね話は聞くんで、俺まだね釣ってないんですけども、そういう感じで、まあいろいろ動きも全然違うので使い分けていこうかななんていうふうに思いますけども、まあなんだろう、そうですね、デプスとかで言ったらまあこれコードネームバスですけども、こんな感じのサイズ感の違いになってきますが、まあここら辺も高いですからね。こんな感じでいろいろ楽しみな、バラム245なんですけども、重さの方もねせっかくいろいろ集めたんで他のやつとどういう感じで違うのかね、はい、じゃあね重さを測っていくんですけども、ちょっとねこういうのに乗っけてね測っていこうと思います。はみ出しちゃうので、ちょっとスペースを空けてもらってこれを乗っけて、で、120g、 これでリセットすれば、はい、これで 0g になるので、まずですね、この新しく出たバラムの245、これは何 g でしょうか。おー、
106.8g って出ましたね。結構ね、投げやすいんじゃないかな。なんだろう、 NZ クローラーとかそこら辺と似たような重さ感なんで、まあだから、5オンスぐらいまでしょえる竿とかだと快適に投げれるんじゃないかななんて予想しますけども。じゃあですね、300ね、これはじゃあ何グラムだったのかっていうと、167g って出ましたね。だからこの大きさにしては結構軽いんですよね、これってね。なんだろう、長さはあるんですけど比較的投げやすい重さ、他の重いのに比べたらっていうところがあるんですよね。まあそこら辺が分かりやすいのは、例えばこの長さ的には似たようなもんなコードネームバスとかだと、これね、ほら 347.5 ってこれね、ルアーの重さかいっていう感じなんですけども、であるとか、まあこれなんかも結構やっぱり重いんですよ。尺腕ですね、尺腕なんか265っていうことで、そこら辺のこの大ぶりなやつと比べるとバラム、これちょっと245じゃないですけどね、300なんだけど、167.5 って結構ね軽快なんですよね。ということでこの245なんかはさらに投げやすい 106g に収まってきましたね。じゃあ似たようなサイズ感の、例えばダウズスイマーなんかは何グラムなのかなっていうと 102g。 ああダウズスイマーとも似た重さですね、やっぱりね大きさが似てますから。でジョイクロマグナムのこれフローティングですね、フローティングモデルで考えていくと105.2 って出てますね。というわけでやはりこのツレ線のね、ここら辺のルアーと、いろいろと投げ比べてというか、まあその魚の状況によって、投げ分けていくような感じになるんじゃないかなってね、こういう感じですね。これもマグナムサイズだから、まあここら辺のね、こんな感じのね仲間たちがいて、そんでもってそのお兄さんたちにこういう、うわー俺3本持ってるのこれ、早く釣りたいね。ここら辺がまたちょっとねとんでもない、アピール力満点軍団だとして、でもいつもがいつもねこれでねやっぱり釣れたりっていうことではないと思うんで、まあそこでここら辺の、釣れ線サイズのね、まあマグナムであるとか、ダウズスイマーであるとか、はたまたこの245であるとかね、こういう感じで使い分けていくようになるんじゃないかなっていうことで。でまあ出しどころについてはもちろんブラックバスでもね、すごい状況のいい時はガンガン投げていこうと思いますけども、まあやっぱりシーバスなんかだとこれぐらいのね、ボラだこの白だっていう変色することね非常に多いので、まあそういったところで俺は結構投げる、頻度が多くなってくるかなね。はたまたでもね、霞水系なんかもね、寒い時期とか、ビッグベイトとかがね、大活躍していた、なんていうのもね、印象深いので、まあそういうところで、ちょっとだけこう、重り張って、浮力調整して、クリーンっていう動きで食わせられるのかな。ね、はたまた暴走のリザーバーとかで、今までだとこの、バラムの、ね、300軍団だと、ちょっとね、食わせるに至らなかったやつとかもこっちであればやりやすいのかなね。やっぱり投げやすいとは言ってもバラム持ってくってなるとこれ専用のタックルはねスタンバイしないといけなかったので、これね 100g 前後であれば結構あの竿もいけるな、この竿もいけるななんていう
のが頭の中にあるので、まあ、そこら辺でね、いろいろ使い分けながらやっていこうかななんていうふうに考えております。はい、あとねこれ裏の説明書きとかどうなのかな、ね、裏の説明書きちょっと見ていきたいと思います。はい、魔力の継承バラム245、ファストリトリーブ時の凄まじい動きのライブ感、デッドスティッキング時の、生の中の銅、そしてエイトトラップという狂気的な魔力を持った長方、この3つの魔力を持ったジャイアントベイトということですね。で、今までのジャイアントベイトになかった超高速リトリーブを多連結ボディで可能にし、高速巻きでも安定したスイム姿勢をキープすることで逃げ惑うベイトを極限まで演出、ストラクチャーに潜む速い動きにしか反応しないデカバスを仕留めます。さらに、タイトで超ハイピッチなスイムアクションと多連結ボディが稼働時に発するサウンドでスレターデカバスを、誘い出し、デッドスティッキング時には、多連結ボディとシリコンテールの、生物的で生めかしい動きがスレター、デカバスのバイトを誘発させます。そして狂気の魔力を持ったエイトトラップ重宝、足元まで来たデカバスを完全に狂わせ、今まで完全に諦めてきた全ての、フィッシュイーターにもう一度スイッチを入れさせることができる、聴力はまさに魔力、ジャイアントベイトの新境地、魔力の封印を解き放つのはあなただということで、そんな感じ。 あとね水晶タックルが、ロッドはねヘビーからダブルエクストラヘビーで、ラインはですねフロロカーボンだとこう20ポンド以上ね、ナイロンだと25ポンド以上ね使ってくださいねというようなことが、書いております。で、ウェイトはですね、まあ、さっきも分かりましたけど、オンスで言うとですね 3.7 オンスというクラスになりますので、まあ5オンスぐらいまでショエルサオだったら気持ちよく使えるんじゃないかななんていうふうに思いますけども。で、カラーがねこれね、レーザーハスっていうねカラーですね。すげえギラギラでいい感じのカラーですけども、この他にもですね、ドチャートみたいなカラーとかですね、あとは、クリア系のアユっぽいカラーなんかもね売ってるの見かけたかな。まあ気になってた人はねぜひねこれ、買ってみて、まあどうですかね、まあバンバン投げてみてって感じですよね。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、窓ですから新しく登場したですねバラムの新サイズバラム245、これを買ってきて開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。